音取れてるね。よっしゃ、音取れてるで C 行くぞ。C も簡単なんやけど、意外とね、難しいところがね、ミをね、ミを持った状態のやつを残しとくと勝手にどっか走ってちゃうんですよ。下登っちゃうとわかる？それ気をつけて皆さん。あとね、コメントいっぱい届いてるのありがとう、本当に。生配信を先ほど発売日にやった時は、一番最初に届いたのが、悪いね、やったよね。悪いね届いちゃいました。で、その後、ちょっと常連になりつつ、その2、3日前に出会ったすげえ優しい、ピカピカチューさんという人がいて、生放送で脳トレやってるのに声かけてくれる人やからさ、すげえ優しいんやけどさ、このピクミのために練習した動画に対してコメントくれたぐらいの人で、付き合った時にその仲良くなってたわけですよ。だからなんか、低評価ついたんですよって言ったら、ああ、悪いねついたんですよって言ったら、低評価ついてましたねって、見てくれてたのもすげえしさ、低評価って言うんやっていうのをその時知ったんですよ、悪いねじゃなくて。で、こっそりもう、それから低評価っていうようにしてるんですけど、高評価、低評価で言うと、低評価また2つついてて、今回も。どの動画についてたかちょっと忘れたけど、ピクミンの最近の機能とかですわ。で、まあ、低評価になってもしゃあねえなと思うぐらいの動画とかもあるから、全然それはしゃあないんやけどさ。2について0がいいねやったらさ、何の動画なのかなってちょっと後で見てみようかなと。別に評価僕どっちでも気にしてないんで、どんどんつけてくれればと思ってますけどね。悪いのもいいの。全く気にしてないです。もしかしたらこれ、あ、そっか。難しいぞ、この面は。あ、違う違う、難しくねって言ったのさっき。難しくないですよ、全然。6はね、あんま難しくねえな、今のところ、ABC。ただ、脱ぎ捨てするのに何回もやり直しはしてますね。何個ワンミスが入っちゃうんですよ。あれ？ 1 個取り忘れてるな。ちょっと戻ります。すいませんね。あ、あれや。なるほど。これはこっちから行きます。ここの、上から行って1個目がありますね。今のところも投げるときにさ、木の実を取っちゃって、倒せんは木の実持ってふらつくわけですよ。こうやって持ってこの上行ったときですよ。取らずに。今取ったけど。あ、1個落ちたな、今。1個落ちたで、本当はね、こっちから帰れないけど、あ、今1個落ちたな、こっちにも。ついてくるのかな、あれ。あ、ついてきてるようやな。あえてこっちから帰りますね。どっちから帰った、あっちから帰った方が多分早い、楽やと思うんだけど。まあ、一緒か。危なくね、結構今。投げることができるのとだいぶ上できたってことですね、ピクミンに対して、ね。ちゃんと、すいませんね、戻っちゃって。変な動画になっちゃって。結構強引に行きます、だから、交換のところは。他のところは強引に行って、ちょっと速さを出してしまう、見ましょうかね。
さっきこのハートを取らずにこう乗ったらハートのやつが左下歩いていって、踏んで、ダメだったらやり直しとかしてます。この人本当は怖いんやけど、怖がらずに、今のも怖かったけど、怖がらずに来ます。なんでかっていうと、一個失敗してるから、早めに行きたい動画にしたいなと。23ですね。はい。OK。ちょっと一回戻ったからね、すいませんね。戻らずに行ったらスムーズ動画でした。ワンチという5番ね。めっちゃパソコンの音鳴ってる。大丈夫かなこれ。オッケー。オッケー。